その会議を具体的にもう一度振り返り、列記してみます。1回目が文久3年、西暦1863年2月に開催され、徳川慶信、松平春学、山内陽道、松平片森が会議を開催しましたが、1ヶ月で解散しました。2回目が文久3年、西暦1863年12月から14年正月に開催され、 徳川義信、松平春学、山内陽道、松平片森、伊達宗成、島津久光が会議を開催しましたが、2ヶ月で解散しました。3回目が慶応3年、西暦1867年5月に、京都で徳川義信、松平春学、山内陽道、伊達宗成、島津久光が会議を開催しましたが、 20日で解散しましまた。全員が育ちのいいお殿様ばかりですから何か気に入らないことがあるとすぐに腹を立てて自分の藩に帰ってしまうわけでしたこれでは差し迫る国家的な危機をとても乗り切ることができないのではないでしょうか一方時代はますます危機を強めており薩摩藩長州藩などの心ある人々は このまま決められない政治が続けば、やがて日本は他の有色人種の国々のように白人諸国の植民地にされてしまうのではないかと深刻な思いに駆られていきました。このような一階層の時代の終盤に、慶応2年、西暦1866年正月、龍馬たちの奔走によって殺鳥同盟が結ばれ、こうしていよいよ幕末の歴史は、 最終段階に入っていくわけでした。果たして倒幕のための武力行使は行うべきか、やめるべきか、そのせみぎ合いの中で、慶応3年、西暦1867年6月、京都で殺土名約が成立しました。薩摩藩を代表するのは西郷隆盛でした。この名約集結時も、1回目、2回目が不成立に終わってしまったため、 三度目の正直ということで、三回目の会議の時は、わざわざ鹿児島から土佐にまで出向いて、山内陽道に対して、これまでの状況とは違います。今度こそは中途半端で終わってお引き取りをというわけにはいきませんので、どうかご決意くださいという旨を直接語っています。すると山内陽道は、この度は京都の東山の土となるつもりぞ、つまり、 京都で死んでも、ことをやり遂げるつもりだ、と宣言するわけでした。しかし、結局、勇ましいのは言葉だけで、またもや陽道はすぐに会議を放り出して、土佐に帰ってしまいました。3回目の会議の解散の後、西郷は多分こう思ったに違いありません。こんな口先だけの殿様たちに任せていたら、日本は滅びてしまう。核なる上は、武力で幕府を打ち、 京都の朝廷のもと、全国民に対してしっかり責任を果たすことのできる新しい政治体制を作るしかないと、この勇気ある大胆な決断は、最後、大久保にしかできないことでした。しかし、その武力倒幕の覚悟に、今度はまた土佐藩が待ったをかけました。そして、慶応三年、西暦1867年6月に、 薩摩藩の首脳と土佐藩の首脳の会議が京都で開かれたわけですが、その会議にはどちらの藩の首脳でもない老子が2人参加していました。それが龍馬と中岡慎太郎でした。こうしていわゆる殺土名役と呼ばれるものが結ばれました。世間では龍馬が関係したものとしては、薩長同盟の方が有名ですが、あれは同盟というよりも、性格としては、 安全保障条約のようなもので、あるべき未来の日本の姿を描いているという点では、この殺土名薬の方が本格的です。この会議の参加者は、薩摩は小松竹脇、西郷隆盛、大久保利道、土佐は後藤祥二郎、福岡高近でした。その他で同席したのが、資料には老子の巨会と書いてありますが、 坂本龍馬、中岡慎太郎の二人でした。約定の対抗一つ。国体を協力して正し、あらゆる世の中、あらゆる国に望んで恥じないことを第一義とする。一つ。王政復古については当然のことであり、天下の形成をあれこれ照らし合わせて取者し、協力して正すべきこと。一つ。 一つの国に二人の王はなく、一つの家に二人の主人はいない。政治と刑罰を行うのは一人の君主に帰着すること。一つ、将軍職において政務を執行すること。これは万物にあるべきではない道理であり、当然に諸公大名の列に戻り、天皇を補佐することを主とすべきである。右は以降の急務であり、 万物に常にある大きな物事の道理である。精神力を強一にして倒れるまで努力を続けるべきで、どうして成治について振り返ってみる暇があるだろうか、いやない。後継王三年、1867年6月22日、約廷書。一つ、天皇以降の国の務めとして、国体制度の正、不正を正し、 あらゆる国に望んで恥じないこと、これを第一義とする。その要は、王政復古について天下の形成をあれこれ照らし合わせて示者し、下に向かって世に至りて、なおその心残りがなきの大きな物事の道理をもって処置する。一つの国に二人の王はなく、一つの家に二人の主人はいない。政治と刑罰を行うのは一人の君主に帰着する。 これは大きな物事の道理である。私たちの高騰は耐えることなく面々と続いていつまでも変わっていない。それにもかかわらず、古にに軍権の政兵によって、今の封建制度となり、天下の政治はついに幕府に帰着してしまった。上に天皇があるのを知らず、これを地球上で考えるに、その国体制度にとってどのようなものであろう。 こののようなななものであってはならないはらいずだ。そうだとすれば、制度を一新し、政権を朝廷に帰着させ、諸公、大名会議と人民が和合してことにあたり、その後はあらゆる国に臨んで恥じないことを絶望する。これをもって初めて、私たち天皇の国の国体を自立することができる。もし、2、3の事件を取り上げ、しきりにしゃべって聖者を口論し、 朝廷、幕府、諸公大名を共に相手の不正や誤りを論じ立てて避難し、使用でない部分に走って小さな物事の道理に留まっては、かえって天皇の国の大きな基本を失ってしまう。これでどうして本当の志となろうか、いやなりはしない。この後はこだわって公平な見方ですべて国のこととすべきである。この大きな物事の道理に従って、 この大基本を立てる。今日、厳禅党諸公、大名の責任があるばかりだ。政費について振り返ってみるものではなく、倒れるまで努力を続けるべきである。今後さらに、一新を始めて、天皇の国の最高を図り、横島な人を除き、賢明な君主と重良な進下が事を起こし、太平を求めて国中のすべての人民のために、 心が広くて情け深く、明るく思いやりのある政治をしようと考え、その役定を定めること、左のようである。一つ、天下の体制を評議決定する全権は朝廷にあり、私たち天皇の国の制度や法令の一切は、京都の議事堂から発令されるべきである。一つ、議事院設置にかかる経費は諸般の費用負担で行うこと。 一つ、議事院は上院と下院の任意制とし、議事官、議員は、苦行から諸侯、売審、庶民に至るまで、正義純粋の者のを選挙し、なおかつ諸侯、大名も、職償によって上院議員に充てる。一つ、将軍職は国のすべてを掌握する道理はない。以降は、当然にその職を辞して、 諸公大名の列に戻り、政権を朝廷へ返すのはもちろんのことである。一つ、各港の外国との条約については、兵庫港、神戸港において、新たに朝廷の大臣が諸公大名と寄り集まり、道理がはっきりとした新条約を結び、誠実な商いを行うこと。一つ、朝廷の制度法則は昔からの律令があるといっても、 この頃の自制に際して、あるいは妥当ではないものもあり、当然に弊害のあるものを一新改革して、地球上に恥じない国の基礎を立てる。一つ、この天皇の国の復興の議事にあたるものは、死意を捨て、公平に基づいて、計りごとをせず、誠実であることを尊んで、今までの物事の良し悪しや聖者を問わず、 人間としての心を一つにすることを主として、この議論を行うべきである。右の通り、約定した名約は、囲碁の急務であり、国家の大事はこれに及ぶものはない、したがって、一旦名約決議した上は、どうしてそのことの成功を願わずにいられようか、ただ、一心に協力して、久しく貫徹することが必要である。6月 経明雑録。原文をわかりやすく説明すると、一つは、日本の国全体の政治について、それを最終的に決定していく権限は朝廷にあり、我が天皇の国、日本においては、制度や法律は言うまでもなく、すべての小さいことに至るまで、それを決める命令は、京都の犠牲堂から出せれるようにしなければなりません。一つ、将軍職が、 日本の国全体の全ての小さなことに至るまでを掌握するという道理などありません。これからのち、将軍はその職を辞して、一大名となって、他の大名と同列の地位になり、これまで委任されてきた日本の政権を朝廷にお返しする。それは当然のことです。一つ、朝廷の制度法律は、はるかな昔からある律令というものがありますが、 今の時代に照らして考えてみれば、時に適当でないものもあります。なので、その時代に合わないところを改革して一新し、今の国際社会に恥じない国家の基本法とするものを作っていかなければなりません。ということですが、つまり、いくら京都で大名会議を開いても、何の成果も上がらない。それは一えに幕府が残っていて、日本が二重権力になっているからであって、 徳川家も一大名になって、朝廷のもとに一つの政府を作らなければ、今後も何も進まないであろうということです。そして、やがては国会を開き、憲法も制定するということが書かれています。近代日本の原型は五箇条の御正門ですが、その原型はこの殺土名薬の薬定書と言ってもいいと思われます。これらすべてのことは、 将軍職の廃止という一点から始まるのですが、極めて困難な政治課題で、幕府が、はい、そうしましょうと簡単に了承するはずがありません。そこで、武力を背景に、それを迫る必要が生じました。現代の日本人は、いわゆる平和ボケのせいなのか、そのことがピンと来ないのかもしれませんが、古今東西、外交交渉も政治交渉も、 その背後には軍事力が必須です。軍事力があって初めて真剣な交渉が始まり、そして相手からの妥協も引き出せ、事態は解決に向かいます。西郷隆盛はそういうギリギリの交渉を生涯に何度も成功させました。しかし、その交渉の成功の背後には必ず軍事力がありました。後の話になりますが、安政時代に 英米仏乱路と結んだ不平等条約を破棄することができたのは日清日露戦争での勝利があったからなので殺度迷惑の際土佐藩の首脳部は10日ほどしたら土佐から軍隊を率いて上京し薩摩と共に軍事的圧力をかけますと約束しましたところが後藤翔次郎は土佐に帰ったっきりいつまでも帰ってきませんでした 藩主の山内陽道が幕府に軍事的圧力をかけることに大反対で、その計画は潰されてしまったのです。幕末の歴史を見ると、山内陽道という人はしばしばこういう手のひら返しをやっていました。なので、各藩の志士たちは、ああまたかという思いだったのでしょう。そのため、土佐藩の参加を諦めて、薩摩藩、長州藩は2藩だけで最後の手段として 武力討伐の決断をしました。武力行使というと、物騒な話と思われる方も少なくありません。戦後的な龍馬像では、龍馬は現代風の反戦平和主義者ということになっていますが、実際はそうではありませんでした。そもそも龍馬は紛れもなく武士として生き、武士として死んだ人です。そして武士は言うまでもなく武勇を尊びます。 ですから龍馬はそもそも何が何でも暴力はいけませんなどという戦後の学校のクラスの優等生のような人ではありませんでしたそのことを伺わせる手紙はたくさん残っています文久3年、西暦1863年に土佐勤納党の川原塚も太郎に宛てた手紙にはこのように記されていますこの手紙には京都にいるゴンベイ兄さんから 大阪まで送られてきた手紙に対して差し出した私、龍馬の存音書です。坂本家の後継者問題は、千年からたびたび出ていることではありますが、兄、ゴンベが心配し、ついには腹を立ててしまったことは、もたろう兄さんもよくご承知のことでしょう。また、以前からもたろうさんのおっしゃっていた、土佐一国の中だけで学問すれば、一国だけの論を出ないものだ、 そうではなく世界に出て渡り歩けば、それだけで目を開き、自分だけで天から受け得た地を開かなければならない。つまり、広い世界を見て来い、というご持論は、今でも私の耳に残っております。一昨年頃にも、今日があること。つまり、私が土さを出ていくことは分かっていたので、私は存遺書を記して兄上に出し、親類どもと、 坂本家の後継者問題を相談してほしいと書きました。その手紙の中でも、私、龍馬は勢いによっては海外に渡ることもあるでしょう。そのため、なおさら私の命は保証できません。と記しました。また、私、龍馬は40歳になるまでは海軍の修行をしたいのですが、その時には兄上は60歳になってしまうので、坂本家のことをうまく引き継いでいくには、 私が土佐に帰るのを待たずに今のうちから叱るべききちんとした人、養子を見立ててくださいと文を出しました。その手紙もご覧ください。また今時の武芸修行と申しますものは元気、天正の時代の武士のごとく時に実際の戦争の場に出くわし実戦こそが練習のような状況に至っております。長州での上位決行などに続き 今はまさに江戸においてもいよいよ上位ということになり、私の先生である海軍奉行並みの勝林太郎殿がそのことの担当者なのです。弟子である私は当然勝先生に従って戦争に行きます。このことはもとより幕府から重く命ぜられたことであります。また私らも要要するべきことがあって、江戸からの手紙が8月28日に参り、 同九日に大阪を出発することになりました右のような事情なのですもとより天下国家の大事と比べてみれば坂本家の後継者のことを変りみる余裕などありませんまた少しも家計の家の役をすることは念を出すことはないのですが私、龍馬が土佐に帰らなければ養子もできずまた、ゴンベイ兄さんにまで大いに心配をかけてしまうとなれば再び脱藩か あるいは死ぬほかはありません。何とぞ以前のお心に変わることがないのでしたら、養子の都合、春井に婿養子を取ることをお考えくださるようお願いいたします。強行禁現、8月19日、龍馬、元太郎様、記念。この手紙の趣旨のことを、牛尾の吉本などにもお話ししていただきたいのです。また、 川田近平などとも重ねてご議論くださるようにお願いします。かしこ。時代は市内で打ち合う稽古から真剣で切り合う稽古に変わってきていると言っているわけです。そういえば、龍馬は一度だけですが実戦に参加しています。龍馬が32歳の時、慶応2年、西暦1866年6月17日、第二次長州戦争の際、龍馬が船の大将、 戦将を務める桜島丸。これはユニオン号と呼ばれたり、長州藩では一中丸と呼ばれたりしますが、その船に乗って下関で幕府軍を砲撃しています。もっともその半年前の8月24日、寺田屋で伏見奉行所から捕まえに来た堀と実際に戦ってはいますが、これは戦闘ではあっても戦争と呼べるものではありません。 慶応2年、龍馬は桜島丸を長州藩に引き渡すため、薩摩から長崎に行き、6月15日に長崎を立って下関に来たところを小倉口での戦闘の指揮をとっていた高杉晋作から頼まれて、やむを得ず参加することになりました。同じ船ですが、戦いが開始されると桜島丸はもう長州藩の軍艦ということになりますので、 以後はその桜島丸のことを、長州藩の名前、一中丸と呼ぶようになります。慶応2年、西暦1866年6月17日の早朝、長州藩の海軍の戦艦が一斉に田浦と文字の敵軍に砲撃を加えました。一中丸も、艦砲射撃を行い、上陸する長州兵を援護しました。 タウラに上陸した長州藩兵は、バラバラと等間隔で並んで進む三平戦術を展開して、小倉藩兵が逃げていくと、長州藩兵は敵の陣地に突入して砲台を破壊しました。その後、長州藩兵は海岸沿いに、文字に進撃し、長州藩は圧倒的な勝利を収めました。半年ほどして、龍馬はその戦いの戦いきさつを兄とその家族に、 図解入りの手紙で詳しく報告しました。この手紙には、寺田屋での戦闘のいきさつも詳しく書かれていて、読んでいてとても面白いものです。京都国立博物館研究員で、坂本龍馬の研究で有名な宮川定一氏は、今も残っている龍馬の手紙の中では、その頂点に立つものと言っています。この手紙を、親類などにお見せになるときは、 必ず誰かに書き取らせてからにしてください。安田村の高松純三さんなどにも、その写した手紙をお見せください。私の手紙そのものは、必ず、必ず、乙女姉さんの手元で保管してください。龍馬。ご一同様。一つ、今年の1月、京都に行きました折には、伏見で何に会いました。次に鹿児島に行き、8月にはまた長崎に出てきました。 先日、土佐江口の人、溝淵広之城に出会って話をいたしました。その後、土佐の蒸気船、うつせみの船長である、武藤早めに行き合いましたが、この人は土佐藩の重役なので、また、脱藩者は国元へ帰れ、などと言われることを恐れ、知らん顔で行き過ぎました。しかし、溝淵が、再三私のところへ来て、 存念を尋ねますので手紙に書いて送ったところ、それを内々に武藤にも見せた様子です。この武藤相馬は、かつて私が江戸へ修行に行っていた頃、実に心安くお付き合いしていた人なので、私の土佐藩への存念書を読んで、誠に喜んでくれたようです。旧友の吉しみとは誠にありがたいものです。その私の存念というのは別紙に記しましたのでご覧ください。 一つ、また別紙の中には女の手紙があります。書いたのは伏見、寺田屋の神、落とせという人です。この人は長州藩士や国家に志のある者たちを世話して助けてくれたこともある方で、学問もその辺の男性には引きを取らぬものです。その手紙は私が薩摩にいた時に送られてきたもので、一つ差し上げます。私の伏見の危機がよくわかります。 一つ、別紙に、喜、慶と申す人の、桂小五郎という人ですが、手紙を同封しました。この人は、現在、長州藩の政治を主導している第一の人物です。この人の書いたものは、あちこちの人が欲しがります。幸い、手元にはたくさんありますので、一通差し上げます。一つ、乙女姉さんの長男、社太郎も、この頃は随分成長したことと思います。 しかし、男児を一人前に育てるには、誠に心得が必要です。とても土佐などの田舎流の育て方ではうまくはいかないだろうと、実に残念に思います。一つ、先に申した伏見の難のことです。これは去る正月23日の夜八時半頃、深夜3時頃のことです。寺田屋で一緒に泊まっていた三好晋三と話をし、 風呂からも上がってそろそろ寝ようかとしていたところ、不思議なことに、この時2階にいたのですが、1階を忍び忍び歩く人の足音と、六尺棒のあたるカラカラという音が聞こえてきました。その時、以前からお知らせしている夫人、名前は梁、今は私の妻です。が、下の勝手の方から駆け上がってきて、ご用心ください、計らずも敵が襲ってきました。 槍を持った人たちが階段を上っていますと申しました。それを聞いて私も立ち上がり、袴を履こうと思いましたが、隣の部屋に置いていたので間に合わず、着物姿に大将の刀を刺し、六連発の短銃を持って部屋の後ろの腰掛けに座りました。連れの三好新造は袴を履き、大将を刺し、槍を構えて、これも腰掛けに座りました。 まもなく一人の男が障子を細めに開けて我々の部屋の中を覗きました。見ると腰に大小を刺しているので何者なるやと問うとつかつかと部屋の中まで入ってきたのでこちらもすぐに身構えればまた引き下がっていきました。隣の部屋もミシミシと物音がするのでお料に命じて隣の部屋と後ろの部屋の襖を外させたところ 敵は早くも10人ほども槍を持って立ち並んでおりました。また、盗賊、願堂を2つ持ち、また、6尺棒を持っている者が左右に立っておりました。しばらく双方にらみ合いの後、私の方から、いかなる理由で薩摩藩士に無礼をいたすのか、と申したところ、敵は口々に、上位なり、座れ座れ、と罵りながら進んできました。この時、三好心臓は、 槍を中断に構えて立ちました私は敵から横を攻撃されると考え三好心臓の左側へ位置を変えましたそして単銃の撃鉄を起こし10人ほど立ち並んだ槍を持っている一番右の敵を最初に行ったのですがそのものは後退しましたまたその次の敵にも発射しましたが同じく後ずさりしましたこの間敵からは槍が突き出されたり 火鉢を投げられたりなどさまざまに戦いました。こちらも槍を振るって防戦しました。何分狭い室内での戦いなので、実にやかましくたまりませんでした。その時、また1人を銃で撃ちましたが、弾が当たったかは分かりませんでした。そして敵の1人が障子の影から進んできて、脇差しで単銃を構えた私の右手の親指の付け根と、左手の親指の節と、 人差し指の付け根の骨っ節を切ったのです。傷は浅出でしたので、そいつに銃口を向けたところ、また障子の陰に駆け込みました。前回の敵はなおも迫ってくるので、また一発を発射したのですが、これも当たったかどうかわかりません。この単銃はもともと弾を6発入れることができるものですが、この時は5発だけ入っていましたので、 残りは実にあと一発限りという状態になり、これは大事に打たなければと思い、前の敵を見たところ、今の一戦で少しばかり繊維が低下したようでした。敵の一人に黒色の頭巾をかぶり、立ち付けを履いて、槍を平成岩のように構えて近づいてきて、壁に沿って立った者がおりました。腕が立つように見えました。それを見つけて、また単銃の撃鉄を起こし、 心臓が槍を構えて立っているその左肩を銃の台座として敵の胸をよく狙って撃ったところ急所に命中したらしく声も上げずただ眠るように前のめりに倒れましたこの時も敵の方は恐れをなしたのかどんどんと障子を打ち破るやら襖を蹴り破るやら物音を凄まじく立ててはいるのですが一向にこちらに近づいてきません この間に銃に弾を込めようと回転式弾層を取り出し2発までは弾を込めたのですが先ほど左右の手の指を負傷し手先が思うように動かせないため誤ってその弾層を下に落としてしまいました。下を探そうとしても布団などが引き剥がされている上に敵から投げつけられた火鉢の灰なども混じっていて見つけることができません。 この時も敵はどんどんと大きな音を立てているばかりで、向かってくる者はおりません。それで単銃を投げ捨てて、心臓に、銃は捨てたぞ、と言うと、心臓は、では敵の中に突入し、刀で戦いましょう、と言う。それに対して私は、いやいや、この隙に脱出しよう、と言うと、心臓を守っていた槍を投げ捨て、後ろ側の梯子段を降りてみれば、敵はただ、 船宿の店側ばかりを守っており、進んでくる者はいないようでした。それから船宿の裏側の家の隙間をくぐり、後ろの家の雨戸を打ち破って、その家の中に入ると、その家の者たちは先ほどからの大騒動に驚いて、寝ぼけたまま逃げ出したようで、布団などが引きっぱなしでした。誠に気の毒ではありますが、その家の建具も何も引き倒し、 後ろの町に逃げ出そうと試みたのですが、随分と頑丈な家なので、なかなか壊れません。心臓と二人で刀を使って扉を散々に切り破り、足では踏み破りなどして、ようやく後ろの町に出てみれば、こちら側には鳥方は一人もいませんでした。これ幸いと、五丁ばかりも走って逃げましたが、私は風が治りきっておらず、息は切れ、 歩くこともままならなくなってきました。その上、着物は足に絡まってぐずぐずしているので、これでは敵に追いつかれる心配が出てきました。こんな時に私が考えていたことは、男子はスネより下に垂れた着物を着ない方がいいということです。この時の格好は風呂から上がったばかりで、浴衣を着、その上から綿入れを着たままで、袴を履く時間はありませんでした。 ついに横町へそれ込んで、土佐のシンボリのような材木症の多い場所へ行って、町の水門から入り込んで、この家の裏にある材木の上に登って寝て隠れたのですが、間の悪いことに犬が吠えて実に困りました。心臓と二人でしばらく材木の上に隠れていたのですが、夜も明けそうな上に、私は出血していて機敏に動けないため、 まずは三好氏が先に伏見の薩摩屋敷に行って助けを求めてきてほしいと言いました。それで彼が出ていき、やがて薩摩の人たちと共に私を迎えに来て薩摩屋敷に入ることができました。助かりました。もっとも指の傷は浅出とは申しましたが動脈とやらの傷なのでその翌日も出血が甚だしく3日間ほどは正面に行くのもめまいがいたしました。この夜 かのおりも敵の襲撃と同時に戦場である寺田屋から飛び出てすぐさま薩摩屋敷に急を知らせてくれました。その後は共に京都二本松の薩摩屋敷に引き取られ現在は一緒に長崎に出てきております。この頃は単銃を打つのがよほど上手になりました。後でこの伏見の宿に取り方が差し向けられた理由を確かめてみたところ大阪町奉行は 松平大隅守といって、同志のようにたびたび話をいたし、何度も面会したことがある行為の中なのに、今度の指令が大阪から出ているとのこと、全く合点がいかず、なお重ねて聞き立してみると、果たしてこの町奉行は気の毒がっていたそうです。この大阪からの坂本龍馬捕獲命令は、幕府大目付のそれがしから伏見奉行に申してきたことで、 坂本龍馬なる者は決して盗みや虚言はしないものではあるが、この者がいては徳川家のためにならない。ぜひとも殺すように、との指令だったようです。その理由は、幕府の敵である長州と薩摩の間を往来しているからだとのこと。この話を聞いた薩摩屋敷の小松立脇や西郷吉之助なども皆大笑いいたし、帰って私が幕府の慌て者に出会って、 計らぬ幸いだと申し合ったことです。この事件の時嬉しかったのは、西郷吉之助、薩摩政府の中心人物、世間の評判では、鬼神と言われる人です。が、京都の判定でこの一報を聞き、まず西郷自身が単純に弾を込めて、私を伏見まで助けに来ようとしてくれたことです。しかしこれは判定の人たちに押しとどめられました。 この西郷に代わって、京都留守居役の吉井康介が馬に乗り、護衛する兵士60人ばかりを引き連れて、伏見まで迎えに来てくれました。